はい、皆さんこんにちは。みんなです。タカです。エリッキブログです。私たちはこの車を買いました。アウディ R8 です。私はもうずっと乗りたかった車です。とうとう借りてしまいました。なので今から私の運転でドライブします。行きましょう。低いポルシェより乗りやすい気がする。エンジンかけてください。怖いよ。してないけど、ブーン。すごいね。一回ここでアクセル踏んでみれば。ビビる。すご。やば。もう運転するのやめた方がいい気が。あの周りに車いない？全く踏まないようにしましょう。そうそう、大丈夫です。ブレーキ、ブレーキもめっちゃ効いてるね。そう、おー、怖い。踏まないよね。いいよ。 OK、踏むよ。踏むよ。ゆっくり踏んでね。踏むよ。ゆっくりね。その自信がないから、それはタカに任せる。かっこいい。どうですか社長。かっこいい。しかもレナアウディ大好きだからね。そう、だから全部のアウディの中でこれが一番かっこいいアウディでしょ。かっこいいね。いや、欲しくなるねこれ。あの次のパーキングエリアまで走るという約束だったけど、うん、もうちょっと走りたい。ほっほっほー。レナさん、はい。ここはドイツじゃありません。タカ社長。違うよ、レナ社長だ。俺に決裁権はないよ。いつもレナだよ、決めてるのは。あれの顔。ちなみにこの車は何年の車なの。2007年。2007年だから、もう13年前だよ。そもそも13年前にこの車を出たのがすごいね。ちなみにこの車すごいよ。このセンターの部分とかドアの部分とかめちゃくちゃカーボンが入ってる。ここもね。そう、ハンドルもカーボンが入ってて、すごいかっこいい。で、当たり前だけど、後ろの席はございません。すぐそこに、あ、見えるかな？エンジン積んでて、ここのスピードメーター、350キロまであります。だから、ちょっとパーキングエリアが来るから、そこでまた変わる。うん、お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、運転変わりまして。担当は高弘です。あ、助手席もいいよ。リラックスできる、ね、リラックスできるよ。で、この席も座り心地がいいね。だから普通に柔らかさもあるし、そう、快適だよね。ちょっと高速道路まっすぐだし、踏んでみますよ。 OK。 このカメラが飛んでいくかもしれないよ。可能性はある、ね、だから何も撮れないなら早すぎたっていうこと。
にスムーズだね、ね、この車すごいわ。運転下手な俺でも運転が上手くなったと勘違いしてしまう車だね。だけどあのなんかこう何の車だったっけ、踏んでジャンプするみたいな。 GTR やばかったね。あ踏んだらこうギーンってなってた。うん、どうして。いや体感としては GTR のが速く感じるね。こうこうなるから。じゃあ TT もそうだった。ああそうそう、 TT もロケットみたいにこうなったから。いやもう一回 TT を借りなきゃいけない気がする。私も乗りたい。ちなみに今までずっとノーマルで走ってたけど、ここにスポーツモードのボタンがあって、これを押すとどんな何かが変わるかもしれない。何かが変わる、何が変わるの。ちょっと加速してみるよ。はい、レナはオッケーと思います。買っても、うん、これはオッケーなんだ。これはオッケー。買うかもしれないよ、勝手に。借金でローンしてレナに買ってきたよって言うかもしれない。タカのお父さん買ってくれるかな。お願いしてみればレナのお願いだったら聞いてくれるかもしれないよいや、アホかって言われそうだトンネルに来たので、ちょっとスポーツに入れて窓も開けて、どんな音か。今まで乗った車の中で一番音が気持ちいい。そうでしょ、うん、BM も音気持ちよかったけど、作ってるって言われたらちょっと耐えるサウンド出してるから、マフラーから。こいつはもうナチュラルサウンドでしょ。本当にここに積んでるバカでかいエンジンから。よかった、もう下道に来ましたね、はい、うわ、めっちゃいい匂いするめちゃくちゃいい匂いが入ってきた大丈夫だよ、私たちも今から食べるから安心して。ちなみに今日何するか言ってないよ次の動画でちょっと牡蠣を食べます。私たちは今日三重県の鳥羽市にある牡蠣太郎というレストランに向かってます。ちなみにここのパールロードなんだけど、うん、もう牡蠣のお店だらけだ。確かにもう両サイドに牡蠣、牡蠣、牡蠣。そう、ここで作ってここで売ってる。そうだよね、牡蠣の養殖すごいいっぱいやってるもんね。だからそれ今から作るから、次の動画でそれも見てみてください。うわ、ここも牡蠣だ。はい、これ大丈夫かな。ここに着きました。めちゃきいけるの。わからん、カーッと下がやばいよ。その下がすっちゃうかもしれないの、本当に。そうそうそう、低すぎて。この車めちゃくちゃ急なあれだよ。お、着きました、牡蠣太郎。見てこの車の数すごい、まだオープンしたばっかなのに。10時半に2468、あのアルファードの隣に止まればいいから。ああ、そうじゃない、順番でお願いします。89だから、私たちは10組目だよ。大丈夫、到着しました。私たちの R8 紹介動画がここで終わりにしたいと思います。楽しかったならいいねボタン、まだチャンネル登録してない人はチャンネル登録で、牡蠣の動画も見たい人は次の動画でまた会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。